はい、皆さんこんにちは、ワンダリグリブシです。では今回は栄冠ナイパワープロ2018続きをプレイしていきたいと思います。今回は、春の甲子園に向けて、チームをしっかり強化していきたいなというところになると思うんですが、まずは卒業式を終えて3年生が完全にね、学校からいなくなったという状況なので、ここからはですね、どうしようかな。チームの方針としては、打撃力重視、ミート重視、走力重視でいくという方針は変わらないんですが、参考書を手に入れたと言ったな。なので、そこに向けて、チームをね、前進させていきましょう。公式戦始まるか、春の甲子園。早速手に入れた良質の土は使っていってグラウンドレベルを上げていきましょう。今ね、実はゴールデンウィーク中に撮影というか収録をしていますというとこなんですけど、いやー、ゴールデンウィークがね、忙しくなかなかにヘビーな毎日を過ごしてるんですけど、まずアイテム使っていきましょう。ちょっと待って、グラウンドレベルが1上がる&雨天候練習効果のダウンがカットされるってことは、これ梅雨の時期に使った方がいいんで、とりあえず置いておきましょう。どうしようかな。まずは勉強をして観戦をして、それで公式戦に臨みますか。甲子園で1勝したいからな。まずは1年生か。いや、ピッチャーにすると大炎上するからな。ここはネギシか石森かっていうところになるんですが、ネギシにしよう。頼むぞ、ネギシ。ピッチャーでやるとね、大炎上するんで、できるだけバッターにしたいんですよね。で、ゴールデンウィークの後半はタイに行くということで、ちょうど明日から、この撮影をしている明日からですね、5月の2日から、タイの方にね、遊びに行ってきます。さあ、まずはネギシだね。ワンアウトランナー一塁、ここはまだ勝負をかけに行くところじゃないので普通に行きましょう。抜けていくね。よし、先制点が入ってくれるとなんかね、だいぶ安心感が出てきますよね。まずは1勝。1年生エース、もう2年生になったのかな。いや、まだ1年生かな。山谷ですね、山谷。ここはノーアウトランナーが1塁なんで、お祭り男を発動しておいて、引っ張りましょう。うん、これはゲッツーだぞ。ゲッツーだなー。流れが変わらなければいいなーというところなんで、ゲッツーを食らった後ね。ここはしっかり行きましょう。ワンアウトがランナー2塁ですね。低め中心で行く。ネギシもコントロールはね、最近強化はしているんで、これは、いやー、言葉にならない言葉が出ちゃいましたけど、やられたな。入るぞ、入るぞ。大丈夫か。ただ、2点タイムリーになるな。いや、1点タイムリーだね、1点タイムリー。さあ、まずいね。ワンアウトランナーが2塁なんで、ここは緩急重視にしておいてだ。いや、迷うな。ゲッツーはないんで、とりあえず低め。よし。最後はカーブで空振り三振。1番の高橋になったので、基本的な方針は同じでいきましょう。緩急重視。で、こっからは臭いところに投げて、三振を狙いに行くけど、タイムリーになるな。これ帰ってくるランナー。大丈夫だね。
さあ2番服部、これはセーフだね。足速いね1番の高橋は。臭いところで空振り三振を取りに行く。よし、見逃し三振。ピンチが続くが7番の小原、ここは2アウトランナー3塁1塁の場面ですね。電流送る、どうしよう、いや低め中心でいこう。打たれたけど大丈夫。おっと強襲か、1塁はアウト。ちょっと思わずね興奮しちゃいましたが、ここはどうだろう、1点でも2点でもあればあるだけ困らないんで点を取りに行きます。追い込まれたか。追い込まれたらミートに変えていきます。抜けてく、よし、二塁ランナーは帰っては来れないですね。ただノーアウト満塁、ここは最低でも1点は欲しいな。しかも今日2本ヒットの角田、角田、どっちだろう。あーうまいな、めちゃくちゃジャンプ力あるな。そして根岸、あこれもちょっと微妙なバッティングだな。で9番の石森ね、石森に関して言うと今代打を出せる余裕がうちのチームにはないんですよね。これも打ち上げたか。いやーノーアウト満塁のチャンスが生かせなかったっていうのはちょっと怖いな。内角中心で攻めよう。ちょっと待って、これはフォアボールか。山谷がちょっと微妙な投球しちゃったな今。危ないね、ここはもう打たせて取るしかないんだけど、これは帰っては来れないよね。大丈夫だよね、よしよし、ワンアウト満塁、まあ、よしよしっていう場面でもないんですが、3番の星川、ここはでもねフォアボールは怖いんで低め中心で最悪打たせて取れに切り替えていくしかないかな。ゲッツー、ゲッツー欲しい。いやーゲッツーだろう、ゲッツー狙って欲しかったけどな。ちょっと今のはコクか。タイスキー監督久しぶりに見たね今。うわー勝ち越しだ、勝ち越しタイムリーだー。いやーやっぱりね守備というか投球苦手なんだよな。財前、財前は戦力分析で見れる、財前は打率2割3分5厘か。これといって、これといって特徴がないな。どうする？まあ普通に攻めていくしかないよな。これ以上の点はきついけど大丈夫だね。さあ1点を取りに行きましょう。ノーアウトランナー1塁です。で諸星から、ここはもうここで取りに行かなきゃいけないので、お祭り打つとお祭り男を発動した上で強振対応積極の流し打ちで、ちょっと待ってね、このさ小出監督じゃない小出ピッチャー、ちょっと確認しておきますか。スライダーとシュート、
特に攻めるポイントはないよな。投球位置右か。うわ、最後は見逃し三振で打てるピッチャー山谷。ここは流し打ちでいいでしょう。よし、抜けていくね。まあ、山谷はね、打てるんで安心感はありますよね。で、二見も長距離バッターなんで。うわ、これゲッツーになるぞ。危ないな。なんとか勝たなきゃいけないところなんだけど。よし、デッドボール。よしなのか。奥山だな。今日ホームラン1本打っていて2安打持ってるね。おお、追い込まれた。追い込まれたか。どう。これは抜けてかないね。当たりは良かったんですが、ちょっともったいなかったな。さあ、ここの守備はもう点は取られないではいけないので、確実に仕留めにかかりましょう。というか、いつも確実に仕留めにはかかってるんだけど、打たれるか。相手の方の諸星くんね。ミートが D。他はこれといった特徴はないね。ミートが D か。当ててくるな、そうなると。そうなると、どうする？ゲッツーシフトでゲッツー狙いに行くか。これで2アウトランナー3塁2塁。で、宮川。この宮川くんは？ミートが C ある。バント丸、まあ、バントはここは警戒する場面ではないので、ミートが C。 ちょっと臭いところで、一球呼吸を置いて、もう一球臭いところ。で、根岸だな。ここはヒットで出てくれ。ちょっとポテポテの当たりだな。惜しい。惜しいね。惜しかった。ワンアウトランナーが一塁で4番の丸川、丸岡ですね。丸岡くんのちょっと能力見ておきましょう。パワー C、 内野安打丸。走力はただ F なんで、内野安打を気にしなきゃいけない場面ではないですね。じゃあ低め中心でいきましょう。パワー C あるってなると、ちょっと高めにボールが浮くと怖いっていうところから、いや、決してね、簡単なボールじゃなかったとは思うんですけど、これセカンドはダメだね。いやー、いいバッティングだったよ。で、財前ね。財前は本当にね、これといってないんですけどね、特徴は。よし、これはスクイズ失敗だね。特にね、スクイズを警戒したりしたわけでもないんですが、まあ、今のピンチをしのいだ分、流れがこっちに来てくれれば。1番の柴崎、頼むぞ柴崎、キャプテンですからね。2球で追い込まれた。2球で追い込まれたか。最後はシュート、空振り三振。これは打ち上げたな。落とした。よし、流れはまだこっちにあるね。
これは抜ける？抜けないか。さあ二見頼むぞ。もう二見しかいないんだ。抜けてくよし。これはボテボテだぞ。ボテボテだ。いやー甲子園はいい試合したんですけどね、ちょっとやっぱりあの回3失点で同点に追いつかれたのが良くなかったかな。まあちょっと夏に向けてチームを強化しましょうか。そうするとね、まあ、とても残念なんですが。夏の甲子園にね、春夏連続で出場したいんで、そうなると必然的に、待ってね、今白土だから、今白土なんで、今どうこうする場面じゃないね。しょうがない、ここはハードル練習で緑マスに止まっておきましょう。ちょっと待ってね、今シンカー系のボール手に入れたって言ったよね。山やシンカー持ってたよね。よし、ここはペッパーを入れておいて守備力を上げましょう。いやー甲子園のことをどうこう言うつもりはないけど言っちゃうな。惜しかっただけにね。まあ、ただこっからまだまだね巻き返していきましょう。土肥はそしたらコントロールアップに変えていく。変化球がねもう1球種欲しいかなって感じもするんですが、で山谷はスタミナを上げていこう。で大貫はコントロール上げていく。ちょっとこの辺りからね整えていきましょう。藤野はキャッチャーなんで肩をちょっと欲しいよね。西田は2年生、まあ、今後のことを考えると西田を正捕手に添えていきましょう。石森は総力はそれなりになってきたんでパワーかな。で角田角田どっちだろうは総力アップ C まで来てるね。となるとパワーを上げる。根岸ももうパワーでいいかな。二見ももうパワーでいいでしょう。奥山は総力だいぶ上がったね。そうすると奥山はミート、諸星は、どうする？諸星もパワーにするか。で、柴崎。柴崎は、だいぶ、全体的に底上げされてきたね。まあ、あとは入学式にどの程度のレベルの選手が、どれだけの量入ってきてくれるかなんですよね。甲子園でちょっと勝ち積んでれればね、中堅から強豪入りっていう夢もあったんですが、まあ、中堅のままになってはしまったんで。ここはじゃあ占いに行く。占いに、
お、いいことずくめになったな。そうなると、まあ、進路相談を受けておいて、社員を、ミゾット社員を増やそう。入学式だな、入学式。監督名はワンダーでいいでしょう。で、エアジア高校で、タイに変えました。帽子のマークはタイスキーだからね。新入部員は8人。豊川。まあ悪くはないかな。で、戸田。村上。やんちゃか。平山。ごく普通ね。三つ屋で合ってるかな。それに村瀬。いやー、なんとも言えない感じだな。ま、うちのチームのね、カラーに染まってもらうために、練習はいつもの新入部員にはミートを鍛えるところから入ってもらいましょう。で、データを入れておいて、何をしたいかというと、企業設定ですね。どうする？大抜きを下げてベンチ外にいる選手をベンチ入りさせる。戸田もちょっとこの先使い物になるのかっていう疑問はあるよね。だったらベンチ外の選手をベンチに入れてあげて、まあ、鍛え上げていくっていうのも一つの手ではあるんですよね。大抜きを下げて追記にしよう。三ツ矢、三ツ矢も入れてあげたいけど、三ツ矢は出番ないかな。いや、ここは心を鬼にして藤野、いや藤野だな、代打の切り札として使えるからな。まあこれでいく。ピッチャーはいくらいても困らないからね。いや、これ1を使ってから黄色に止まった方が良かったね。今思えばですけど。山屋がどんだけ抑えてくれるかにかかってるからな、うちのショップがね。そのショップじゃないね、うちのチームが勝てる勝てないわ。ちょっと1が多くなってきちゃったな。練習のシャッフル入れたいですね。
さあ予選、夏の甲子園の予選の方向を考えていくタイミングになってきたな。山谷スタミナ D まで来たとなると球速だな。ここからも全球速で土肥大貫戸田はどうする。球速だね。梶川か、まあ、全体的な能力は悪くはないといえば悪くないけど、チームプレー罰がついてる。梶川ってあの梶川じゃないよね。この辺りがね、プロ転生かどうかの見極め方が確かあったはずなんですけども、すっかり忘れちゃったからな。いや、もう変わる変わるも本当に悔しいな、甲子園がね。占い師率が結構高いな。職業で占い師でちょっと選ぼうっていう気が全くなかったけどね。お、練習試合の申し込み、これはすぐやろう。中堅香取電工、この香取電工戦を絶対に勝ちたいとなるとだ、香取電工戦に向けて、T を入れて勉強で体力回復して練習試合に臨みますか。うわ、上になんかヤクザモンがいるな。チンピラでしたっけ、ちょっと忘れちゃったけど。いや、いいことが起こるに変えられちゃったよ。ちょっと上に行ったら行ったで、赤マスがすごい目立ってるな。ごめんなさい。山屋にしたいけど、山屋にするとろくなことが起きないので、ここは諸星君にしよう。やっぱね、投球がちょっと苦手は苦手なんですよね。山屋が3年になった時、エースピッチャーとして敵を粉砕してくれるっていうのが一番いいので、そこに向けてにはなりますけどね。さあ、諸星だな。ここはどうする。先制点狙いに行きますか。いきなりですけど、ちょっと伊達の能力がわからないからな。ただなんかクセモノっぽい感じはするな。超スローボールにドロップを投げてくるあたりを見ると、さらに全力ストレート、翻弄されたね。で、1点ビハインドで石森くんね。ここは同点を狙いに行く場面でしょ。で、ボールは遅かったので引っ張りましょう。2球で変化球で
追い込まれて最後は全力ストレート。いや、なかなかこの伊達くん打ち崩すの大変そうだな。ただこの山谷もね、もうピッチャーとしてはそこそこの実力を身につけつつあるんで、もうあの頃とは違う。どの頃というのは、フォアボールで押し出しをしてしまうとかね、そういったピッチャーではもうなくなってきてるとはいえ、ここは追加点か。香取電工中堅高校にタイムリーを打たれちゃいましたんで、まあ、まずは1点取りにかかりましょうというところなんだけど、この伊達が打てないんだよな。ボールは遅いんで引っ張りしたかったけど、ここは流し打ちにするっていうところで見逃し三振。細貝、豊川変わっちゃったのね、ピッチャーが。取れる、よし。で、その伊達か。この伊達結構邪魔くさいんだよな、本当に。これは打ち上げましたね。打たれた。これは入るぞ。ツーランホームラン打たれたか。やっぱちょっとピッチングがね、セオリーがよくわからないのか、何なのか、いまいちな感じになっちゃうんだよね、いつも。これは二塁はアウトか。一塁はセーフだよね。で、諸星くん、待って、送りバントじゃないよ。本当は送りバントをしたかったわけじゃないんですが、まあ、結果的にランナーが進んだってことにしましょう。抜けてく、よし、帰ってこい、ランナー帰ってこい、よし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 。まずは1点返しました。1点、まあ、1点返して、ここから3番柴崎。柴崎どうした、元気ないじゃないか。伊達を打ち崩そう。抜けてく、これは柴崎の足でもダメだね。柴崎の足でダメなら、うちのね、投手陣、うん、ピッチャー陣、いや、あの打者陣だと奥山ぐらいしかいないんで、もう。抜けていくか。これはランナー三塁までは進ませちゃダメだよね。打たれた、これも入るな。いやー、ちょっとバッター陣はともかくピッチャー陣だな。こんだけね、打たれちゃうと勝てる試合もなかなかなくなってきちゃうかな。しかも伊達を打ち崩せないからね、この伊達くんを。まあ、ランナーを貯めて貯めてっていう場面ですかね、もう。これはゲッツーだな。おお、二見頑張って走ったね。で、一番足の速い奥山。うん、抜けてく、うまいね。で、戸田くん、これは落ちるか、落ちないね。ちょっとボールに、まあ、勢いがなかったというか、パワーがなかった感じが。
お、これはタイムリーになるね。一塁ランナーはちょっとさすがに帰ってこれないかな。で、9番の石森くんですね。これは抜けてく？よし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 。ここに来てバッター陣は奮起してくれたな。まあ3点取りましたからね。まあちょっと7点取られちゃったっていうのがね、もう取り返しがつかないのが残念ですけど。まあ、バッター陣はね、せめてこの伊達くんに一矢報いたい。まあそういう意味では一矢は報えたかな。まあやっぱり、ピッチャーですね、ピッチャー。山谷がちょっと打たれすぎたかな。被安打10だもんね。その後の豊川とか土肥くんはちょっと話にならないといえば話にならないからしょうがないね。これからのピッチャーも出しましたからね。では、ちょうど時間も30分過ぎでいいところになりましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回は夏の甲子園に向けて、しっかり練習を積んでいきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。